ひなです。はい、こんにちは。久しぶりのドライブ、久しぶりのひなとドライブでお出かけでございます。楽しみ、ね、なんと今日乗っている車はレクサスの LC500 でございます。やばくない？かっこいい、ゴリかっこいい、ゴリゴリゴリよね。すごいよ、めちゃくちゃかっこいいと、本当にやばい。見た目もやけど内装も超かっこいい。家の前におった瞬間まず外装もかっこよかったし、びっくりしたの。あー、これやこれや、中入ったらさらにかっこいいって感じね。眩しいやん。で、今日は千葉の方にちょっとドライブがてら行って、サウナとか温泉の大きな施設があるんで、そこら辺に行ったりとかしようかなっていう感じです。買い物したりとか、久しぶりにちょっと息抜きでいいって感じじゃない？そうね、ね、マジ久しぶりよね、こんな感じ。楽しみ楽しみ。サウナも久しぶりやしね。私はちょっと若干二日酔いやしねそうよ、今日9時半に集合よって言われたのに、マジでずっと飲んでたな、朝まで。ね、ほんとよ。だから朝電話来てもひな結構酔ったよね。酔っとったよ、朝ね、起きた瞬間の酔いがやばくてあー、おはよう。いや、もう喋れてもない、なんて言うかよくわからんって。そう、ひなも早く帰らんなと思って。そうよ、でもちゃんと起きとったけんね。そうそうそう、だけん一応言ったよ、いや、もう今日無理せんでいいよって。そしたら、いや、行く。そんなん言っとった？言ったよ。いや、行く。もう行きたいよ。いや、マジで朝死んどった。いや、でも行くつもりやったから、全然。サウナでね、あれできるね。そう、酒抜き。酒抜きできますね。あ、ディズニーランドホテル見て。わーお。見えてきました。ディズニー行きたー。なクリスマスの予定は？は？予定な。聞くなよ。クリスマスとかもさ、ドライブ行って、うん、まあ、ちょっとイルミネーション見てそこ帰れるわけやん。最高。東京駅あたりとかさ、綺麗そうやない？いいね。冬になったらさ、いいね、そこら辺をちょっとこう通してね。確かに確かに。最高だわ。とか六本木の欅坂とかさ、あー最高最高。イルミネーションとかガーって通ってさ、めっちゃいいね。綺麗ね。超いいやん。ね。うわ、あやめよこの車でやりたいです。あー、いいね。こういう車で、これ上も見えるしさ。え、そう。ね。そうそう。今日さ、マジ雨なんよ。確かに。最悪。最悪よ、マジで。あいにくの雨で。むしろ田舎とか行って星空綺麗なとこ行けばいいやん。あ、いい。よくない？自然イルミネーション。めっちゃいいやん。ね。そういうのもできる。いいな、イルミネーションとか見に行きたい。この前、ルナとヤコと女3人で欅坂行ったよ。しかもこうやって写真撮って、あやみちゃんこれ買った日ね。うん、そうそう。マジ綺麗やった。いや、マジ綺麗やったよ。今めっちゃ綺麗やろ、あそこら辺。マジカップル多かったしね。どうする、うちらが女3人でずっと自撮りしとうよ。ダンスをしろって誰が誰が頼むわ、ひなせんぞ。あ、やめ、マジ綺麗、短い気がない。あ、確かに綺麗よ。それなら多分ひなよ、するならあの3人やったらパーキングエリアに来たので、ちょっとあったかい飲み物買ったりとか食べ物買ったりとかしようかなと思います。めっちゃ寒い。スタバー、ひなどこ行った？クリスマス二人で感じよく行った。何これ、何これ、スタバ行こう。スタバ、スタバ行こう。え、今唐揚げとおにぎり買ったよ。唐揚げとおにぎり買ったんだって。お腹すいた。私はスタバに。スタバいらん。スタバのあったかいの飲む。だってまだもうちょっとかかるよ。かかる。寒い、極寒や。コーヒーがいいよ、あったかいの。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとエンジン聞いとってね。まだスタートの音聞いてなくない？やっぱりかっこいいよ、聞けてよ。いくよ、いきます、スタート。すごい、いかつ、かっこいい。映画やん。映画、ほら、かっこいい。マジでかっこいいよね。シートもかっこいいし、本当に内装がめちゃくちゃかっこいいと。もうね、これ女の子好きじゃない、こういう色。うん、かわいい。かわいいよね。なんかレクサスって本当内装高級感あるから。上もアルカンターラ、初めてレクサス乗ったかも。
あ、本当？めっちゃいい車よね。本当欲しくなるもん。マジでね、最近カフェイン中毒。わかる。コーヒーの美味しさわかる。わかるわかる。なのにね、急に。もううちら何歳？年よ。26です。あらそう。アナさんです。頑張りましょう人生。出発目的まで。進行。誰もいません。本当？うん。してません、ね。でもさ、この車めちゃくちゃ大きいんやけど、うん、横幅めっちゃ大きいんよ。だけど、いやだけど怖かったよ最初。めっちゃビビっとって、うん、運転するの、うん、超ビビっとったし、お尻が結構横に飛び出とるから、うん、そこもさやっぱ怖いやん、うん、でホイールとかガリランかなとか、車高も低いし、うん、めっちゃビビっとったんやけど、乗ってみるとマジで乗り心地いいと、へーすごいよ、素晴らしい。びっくりした。スイーって感じよね。え、そう、もう全然なんか怖さがない、その運転に対して。やっぱ静かでこうなんていうと動きも滑らかやん、結構、うんうんうん、ガタガタすごいする感じでもないやん、うん、だけんさ、うん、滑らか上質なスポーツカーじゃないし、かっこいいですね、スマート、スマートよね、うん。あれ、エレベーター降りる下、エスカレーター、え、こっちじゃないと降りるなら反対やった。かわいい、めっちゃ安い、これ4700円の 50% オフ。かわいいよね。かわいい、これ見て、安すぎ。かわいい、買おうかな。買った。え、4410円よ、2つで。意味わからんぐらい安くない？購入。エイジングクリームマスク、これかな。これが売り切れ続出って、なんか前見た気がする。最近冬っていうのもあるし、年を重ねるごとに小じわとかめっちゃ気になるから、買います。買いました。大好きな組。車の中戻ってきました。戻ってきたぜ。いろいろ買い物したけど、後ろに詰め込んでって感じ、うん、もう疲れたね。疲れたね。今からサウナで整えたいばい。今からサウナに、もうすぐそこなんで、サウナに向かいたいと思います。到着、走ってる到着。雨すごい、楽しみ。でもお風呂前やから濡れたところでもうなんてことないよ。むしろ体にあそこ入ってくるから。え、行ってきて。じゃあ行ってきてあっち絶対寒い、極寒よ。あ、サウナ入ってあそこ飛び込めば。はい突入入ります。じゃあ行ってきます。クリスマス、タルタルチキン南蛮、美味しそう。お腹すいた。レモンスカッシュいただきます。じゃあ温泉行ってきます。サウナ整えます。上がりました。サウナ2セットやって整って、うん、今から展望露天風呂に行きます。しかもね、めっちゃ天気良くなってきた ね。だから空綺麗じゃないの。めっちゃ綺麗、やっぱり楽しみ。綺麗、天気良くなった。お風呂上がりにこの景色は最高。めっちゃ綺麗。レクサスで帰りますか、はい、いいね。本当天気良くなって雨止んで良かった。気持ちいい。なんか、ね、寒くない、あったかくない、全然。そう、全然寒くない。いやいいですね。めっちゃ綺麗、超綺麗。雨もやんだし、ルン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 、テンション上がってくる。めっちゃ走っとったのにね。本当よ、もう歩けるよ、ゆっくり。最高ですね。何回見てもかっこいいわ。よし、じゃあ一緒に帰ります。よろしくね。もう完全にオフモードよね、うちら、うん、すっぴんでさ、もうあと寝るだけやもん、家帰って。最高、最高じゃないですか。風呂まで入らんでいい。最高。だってさ、
風呂が一番だるくない？そう、一番だる。お風呂さえ入ればもうあとはなんとでも。いや、ほんとそう。好きにしてくれ。はい、というわけで今回は温泉とか入るにお買い物しに来たりしました。いかがだったでしょうか。ひなのチャンネルでも Vlog とか多分上がると思うので、ぜひ概要欄からチェックしてみてほしいなと思います。今回もご視聴ありがとうございました。安全運転で帰ります。バイバイ。バイ。